あるぞ。こちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、Amazon で V ポイントアプリ決済20%還元、Amazon ギフト券の購入もありということで、今回はスマートフォンアプリの V ポイントですね。この動画ではその V ポイントアプリでのキャンペーンが発表されたので、そちらについてお伝えします。このキャンペーンは誰でも参加できるお得なキャンペーンとなっていますので、参加される方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 では本日発表されたキャンペーンこちらでございます。a m a z o n .co.jp で漏れなく20%還元スマートフォンアプリ V ポイントのキャンペーンということで、このキャンペーン出てる通りで、Amazon で期間中にスマートフォンアプリ V ポイントで決済するとご利用金額税込みの漏れなく20%還元上限が500円ということで、こちらのキャンペーン本日の2月の1日から始まっておりまして、2月の28日までの2月いっぱいのキャンペーンとなっております。気になるキャンペーンの内容なんですけども、 .co.jp にてスマートフォンアプリの V ポイント僕はね V ポイントアプリとよく呼んでるんですけどもそこで税込みの20%をもれなく還元上限500円ということですのでいつものね単純計算で500割ることの0.2なので2500円分決済することで上限の500円に到達するということでございますキャンペーン期間は先ほどお伝えした通りで次対象なんですけどもスマートフォンアプリ V ポイントをお持ちのお客様ということでおそらくね三井住友カードナンバーレスとかナンバーレスゴールドとか持ってる方はですね既に インストールされていいる方も多いかと思いますで、特にですね、キャンペーンに参加する条件としてエントリーとか必要ないので、とりあえずキャンペーン期間中に V ポイントで Amazon で決済してくださいということですね。で、ご利用金額は期間中の累計金額ということですので、まあ分けて決済してもいいと思いますし、まあ一撃で2500円分でお買い物するというのもいいと思います。で、次に Amazon でお買い物をするのがまあ対象とはなるんですけども、Amazon プライムの年会費ですとか、オーディブル利用などは対象となりませんということですので、 ま、それ以外のもので決済すれば、付与されるという認識でいいと思います。で、今回付与される特典として、その20%分は、プリペイドバリューとして付与がされるということなんですけども、特典のプリペイドバリューっていうのは、V ポイントアプリの残高になるので、そこにね、直接反映がされるということでございます。反映される時期とすると、2023年の3月末までに入るということですので、思ったより早くね、付与されるイメージかなと思います。ちなみに、そのスマートフォンアプリ V ポイントっていうのは、三井住友カードが提供するバーチャル プリペイドカードのことです。まあどういったサービスなのかですね。まあ気になる方はぜひね公式ページをチェックした上で使っていただければと思うんですが、まあ今回のキャンペーンに取り組むにあたって初めて利用される方からすると、えこのキャンペーンって V ポイントがないとダメなのっていう風に思われる方中にはいらっしゃるかと思うんですけども、特にそういったことはなくてですね、このスマートフォンアプリの V ポイントアプリというものになってるんで、V ポイントでチャージしても使うこともできるし、それ以外でもここに出てるように V ポイントの残高にチャージする方法として V ポイント以外にも V フトですとか、あとクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、そして銀行口座からチャージして使うこともできたりします。なので、V ポイント持っている方はね、それを消化する一つの方法として全然ありだと思うんですけども、他にも三井住友カードでチャージしたりとか、で銀行口座から連携してチャージしてもいいと思います。ちなみにですね、チャージの方法と手数料についてというページがあるんですが、この中にいろいろチャージについては出てるんですけども、一応ですね、チャージ方法と手数料について絶対読んでおいてほしいんですが、まず V ポイントでチャージをする場合は、1ポイント以上1ポイント単位でチャージ ことができまして、1>, 1回の、ね、ポイント以降の上限として、v ポイントアプリでの本人確認人済みの場合は30万ポイント本人確認がまだ済んでない場合については3万ポイントまでとなっております。で、チャージ手数料が無料まあ、v ポイント余ってる方はね。これが一番手っ取り早いと思います。で、なんかキャンペーンとかでもらう v ポイントギフトコードとかまあ、それも無料ですねえ。次にクレジットデビットプリペイドチャージでの場合なんですが、vja 三井住友カード株式会社含むグループ各社および smbc ファイナンスサービスこの visa マスターカードでの支払い S MBC デビットまあ、これ。 についてはですね。まあ、無料ということなんですけども、ここに出てるような。その他、各社発行のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードのビザマスターカードでのお支払いカードによってはチャージできない場合もあるんですけども、その場合は税込204円かかりますので気をつけてください。ちなみに銀行であれば三井住友銀行からであれば無料でチャージすることもできますので、ご自身に合うチャージ方法を選んだ上でキャンペーンに参加してみましょう。ちなみに amazon についたらちょっと調べるとですね。2月2日から2月5日まで amazon のタイムセール祭りっていうのが始まってるので、まあ、それと合わせてです、ね。 ですねキャンペーンに参加してもいいと思います。一応キャンペーンページについてはリンク貼っておきますんで、まあ、どういった商品が少し安くなるのかなとかまあ気になる方はですねぜひ見ていただければと思いまして、で今回僕自身このキャンペーンなんですけども、まあ、対象外の商品については Amazon プライムの年会費とかオーディブル利用料などっていうことですので、普通にねもう Amazon ギフトカードを購入してそれでちょっと参加してみようかなと思います。やり方はめちゃくちゃ簡単で、これ V ポイントアプリすでにインストール済みで僕の場合本人確認がすでに済んでる状態なんですが、残高がですね何かしらのキャンペーンとか で、2127円分がね、ちょうどあったので、ここからちょっと500円分を足してね、ちょっと使いたいと思います。その前に、V ポイントアプリを Amazon で使う場合、バーチャルカードの情報が必要となるんですけども、右上の3本線をタップして、ここのカード情報というところをタップします。そしたらですね、ご自身のカード番号、有効期限、セキュリティーコード、カード名義人が出てきますので、Amazon で利用される際は、ここの情報を使ってください。で、次にチャージする方法、こちらのチャージ方法をタップして、そしたらチャージ方法一覧で色々出てくるんですが、僕はね、すでにクレジットカードと連携している状態で、 で、現在の残高が2127円ですので、500円からチャージできるので、今回は500円と入力をして、あとはこのまま確認をタップ。で、チャージ手数料無料、チャージ金額500円、支払額500円、これで同意して確定。これでね、無事にチャージ完了でチャージされまして、2627円分となっております。次に僕は Amazon ギフトカードを購入してみたいと思いますんで、Amazon のアプリの中で Amazon ギフトカードをギフトアイデアをタップ、Amazon ギフトカードをタップ、今回はこのチャージタイプを選択して、金額の入力のところで2500円と入力して、今すぐ 購入をタップで、まだ V ポイントアプリの情報を登録してなかったんで、画面下のお支払い方法追加をタップ。で、クリストカードまたはデビットカードを追加。で、カード名義人とかカード番号のところで、先ほどのここの情報をですね、右側に入力をします。このカード名義人のところは V ポイントメンバーで OK です。で、しっかり入力をしてカード追加をタップ。で、入力された状態で注文確定するをタップして、これで無事にね、注文確定して2500円分の Amazon ギフトカードがチャージされたということでございます。めっちゃくちゃ簡単ですよね。で、ちょっと今日お伝えしたことをまとめると、Amazon と V ポイントアプリ 決済20%還元で2月1日から2月28日までのキャンペーンとなっておりまして、エントリーは不要でございます。上限は500円までとなっておりますので、2,500円分で Amazon で V ポイントアプリでお買い物すれば上限に到達します。利用されるのは2023年の3月末に V ポイントアプリの残高へ直接反映がされます。Amazon プライムの年会費とか Audible 利用料などはキャンペーンの対象外となっておりますので、ここは間違いないようにしてください。でもしですね、購入する商品がないときは Amazon ギフトカードの購入とかでも全然ありだと思いますので、今みたいな方法 ね。参考にしてください。先ほど紹介した amazon のタイムセールはもちろんなんですけども、amazon ではこちらのね。jcb カード最大3000ポイントのキャンペーンも開催されておりますんで、これの解説動画についてはね。一応概要欄にリンク貼っておきます。でもしですね。今回の動画を見て、v ポイントにちょっと興味があるなという方がいらっしゃれば、v ポイントこれで貯まります。っていうまあ基礎的な動画も含めて過去に解説をしておりますんで、気になる方は概要欄のリンクから飛んで見ていただければ嬉しいです。まあ、そんなこんなで今回は amazon で v ポイントアプリで掲載すると20%還元がされるというキャンペーンについて。 ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、ここ最近はねほんと抽選系のキャンペーンが目立ってた中で確実に20%もらえるっていうのは個人的にすごく嬉しいキャンペーンだなっていう風に思ってるところではありますぜひね共感いただける方グッドボタン押していただけると嬉しいんですけども上限はね500円とは言えどやっぱりねこの世の中ほんとね物価高の中でこういった20%還元というキャンペーンはめちゃくちゃありがたいんですよねやっぱりねこういうのを駆使してお得をね活用するっていうのは本当にありがたいですよねもちろん無理にね使いすぎる必要はないんですけど 必要なものだけね購入してキャンペーンうまくね使っていただければと思います今回動画内で参照させていただいたキャンペーンリンクですとか Amazon ギフトをチャージする専用のリンクについても概要欄に貼っておきますのでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました